どうもすみませんエリザベス出相場についいいてて喋っこうと思います、まあ欠点があって消せるっちゃ消せるんだけれどもまあでも来る可能性もあるなっていうような馬がほとんどでとなると、まあ、本当に買いたい馬はどれかっていうことになってくると限られてくるかなっていうそれではまずは馬バ場バコースレース展開からです。 馬場については先週の日曜日は結構外回りで外を回った馬が全然競馬にならなくて内を通った馬ばっかりが有利っていうようなレースが最後の方続いてましたまあただ土曜日の競馬を見た感じだと雨が降った影響もあるのか少し傾向が変わってきててまあ確かに先行馬はうちの方を通って有利にそのままなだれ込むみたいな競馬で勝ち負けするっていうことはあるんですが。 追い込み馬に関してはちょっと外回りに関しては打ちつきをしたりなんかすると苦しくなってる追い込み馬に関しては外出しになってますね外に出した方がいいっていうようなそういったような形にはなってますちなみについでに内回りコースに関しては内の方が悪くてですね逃げ先行馬内の方を通った馬がちょっと不利になりがちな馬場で外を回れる 力のある差し追いいいい込み馬がが有利っていうのはそういっててうううそたようなレースが続いてましたこれに関しては日曜日になってババが乾いてきた場合傾向が変わってくる可能性があるんですがまあ現時点ではそのイメージでいこうかなと思いますね。でそれで今回のエリザベス女王杯のメンバーを見ると逃げ先行馬まあいかにも逃げたいっていう感じの逃げ馬がいないんですよね。で どれかが行くっていうのは当たり前なんですけれどもその中でまあなんか秤馬の g 1でもありますしあとは馬場が荒れてきてるっていうことを考えると結構逃げた馬がそこまで引っ張れないんじゃないかと思っていてでもしかしたら途中から外から早めっていうような感じで動いていくような感じで入れ替わりの激しい展開になる可能性もあるかなと思います。 まただ京都の外回りっていうのは坂の上り下りがありますんで坂の下りのところで早めに動いちゃうと足が持たないっていうそういうイメージはだいたい持ってるとは思うので訳が分かってない外国人ジョッキーとかが動いてしまったりだとかそういう可能性はあるんですけれどもまあなので途中から入れ替わりの激しい展開になる可能性もあるんだけれどもその辺の坂の上り下りを気にして。 動動いいいいいいのにななっっていうううとところで動かないとかそういう可能性もあるっちゃあるかなと思いま,す、ね、まあただラスト600前後以降は坂の下りでも行っちゃっていいコースではありますんでその辺から大胆に動いていくようなそういったようなジョッキーが出てくる可能性はあるかなと思いますね。まあ、それと土曜日の競馬見てたらムーア騎手がやたらと焦った騎乗をしてて途中からまくって上がってったりだとかそういうような競馬をして、まあ、中途半端な 感じでちぐはぐの競馬も続いてたりなんかしましたんで、まあ、その辺土曜日の競馬を反省して日曜日に切り替えてくるのかどうかとかいろいろなんかやっぱりあの不安な要素だとか、あのー、ちょっと展開的に読みづらいところもあるっちゃあるんですけれどもまあでもあんまり深く考える必要はないんじゃないかなと思っていて。 強力なな逃げ先行馬がいないんで、まあ、マリア・イレーナあたりは2番手あたりから競馬したら強いんですが、まあ、に逃げたら大してあの集中力が続かなくてあんまりっていうような感じなんですがちょっとマリア・イレーナあたりが2番手3番手ばらける展開で有利に競馬進めて早めっていうような感じしたらちょっと怖いんですが、まあ、それ以外に関してはちょっと先行勢に関しては大したことないんでなので。 素足のしっかりとした中段から中段よりも後ろから追い込めるような馬が基本的には有利って捉えた方がいいかなっていうふうに考えているのとそれとやっぱりそのいい足をもいい素足を持ってる馬にうまいジョッキーたちが乗ってるわけですよね外国人ジョッキーたちが。それでは右の方から一頭ずついきますブレイディベーグ。 まあその段階でもルメール騎手が競馬を教え込むような感じできにつながるような競馬してて前走のローズステークスなんかもまあ本当に直線だけの競馬で負担の少ない形でまあそれでしっかりと伸びて足は余す形にはなったんですがまあでも強引に変な乗り方をするよりかは成長にはつながるっていうところでまあ,あの競馬をして今回追い切り。 見た感じだと1段階また馬が上が上ってきてきるかもで、とにかくこの馬に関してはまあ現段階としてはなるべく腹くくって足溜めて外から追い込むっていうような形が理想的で、まあ、馬群の中も全然問題なくつけるようなそういったようなタイプではありますんで大外に出せなかったら馬群ついてもいいっちゃいいんですが。 まあこの馬ののの馬持ち味ととしてのその瞬発力ですすすねその辺を生かいいう形にはなるとは思います、まあ、ただあの前走まででだいぶその準備段階はいい形で来てますんで今回に関しては例えば途中から動いて早めになだれ込むみたいなそういったような多少強気の競馬しても対応できるようになっている可能性があるかなと思いますしまルメール騎手なんでその辺なんか 冷戦界に応じててやってくるかなと思うんですが、まあ、ただ先行することはないと思いますんでなのであまりにもポジションが悪くなってごちゃごちゃっとした時にそういった時にやっぱりこのタイプっていうのは厳しいところが出てくる可能性もあるんですが、まあ、でもそうですねちょっとそのメンバー的にこの距離この条件があんまり合わなそうな合わなそうな馬もいますんで多分後半 どこかのタイミングで手応えが悪くなって下がるようなものも出てくるそういうメンバーかなと思いますんで、まあ、そうなってくるとばらけてくれたりなんかして進路が開きやすかったりするところもあるとは思いますんでルージュエ・バイユルージュエ・バイユは、まあ、デビュー当初はいかにも素足タイプで瞬発力があるっていうようなキレのあるタイプだったんですがもうだんだんと。 パワーががいた反面瞬発力が落ちてきてきるっていうところがあるんですよねで前走に関してはもう他の馬たちが止まってるような状態でその中で自分の足を使ったっていうだけで対してこのルージュ・エーバユー自体は切れる足は使ってないんですよね。はまったっていうような形なのでまあそうですね今回のメンバーでこの距離このコースということになるとちょっと基本的にはパンチが足りないっていうところ。 であとはあのー、先行したり追い込んだり自在に競馬できてる感じの競馬はしてるんですが実はそんなに器用ではなくて極端な競馬が合うっていうようなイメージでなので中途半端なポジションから指すそういう器用さはあんまりないと思うんですよね。なので行くんだったら2番手3番手とかその辺でばらけてくれたら乗りやすくなる、まあ、それか下げて。 後方から追い込んで外に出すっていうのはそういったような極端な前方が基本的に合うかなっていうようなタイプですしまあその競馬ができたとしてもちょっとやっぱ少しずつ力が足りないっていうところはありますんでまあある程度能力はありますね。で他が自滅しまくればっていうような力関係にはなるかなと思いますね。ハハーバーーーババははオークスででで番目にに強くて2着に来たわけではないですし 周華賞に関しては3着以内に来るっていうのはかなり難しいレースで、まあ、力関係的には上位3頭には入ってないような馬だったんですよね。まあ、人気はしてたんですけれども強くない馬ではあったんですが、まあ、それでも持ってくるあたりがさすがルメール騎手っていうところで逆にモリアーナとかドゥーラーはこのハーパーに先着されるような馬じゃないんですけれども。 ドゥーラはリバティーアイランドの直後っていうちょっとまともにリバティーアイランドと勝負するポジションにいてしまったということそしてモリアーナに関しては外伸びの外差しの展開の中で打ちつけをしてしまったっていう横山の竜力士のとんでもないミスがあってっていうところで、まあ、その辺で勝手に2頭が潰れてくれたんでハーパーは3着拾えたっていうような感じなんですよね。で、まあ、とにかくパンチが足りないっていうのがこのハーパーで。 まあ能力的には徐々に成長してきてて多,多分万世の馬ではあるとは思うので、まあ、その万世の中でも結構周華賞の時点ではかなり成長してきてるなっていうような段階で、まあ、万世ではあるんだけれどもここから化けるほどに強くなることはないかなっていうでもこの馬のいいところは乗りやすいというか素直で堅実なところではありますんで。 その辺が生きればまた他の馬たちが勝手に自滅してくれれば自分の足使ってなんとか馬券圏,圏内に来るとかそういう可能性は今回もあるかなと思うんですがまあでも周華賞に関してもオークスに関してもとにかくルメール騎手が持ってきたっていうようなまあ,あのその前のえとクイーンカップでしたっけどっかで重賞を勝った時も川田騎手が乗った時もあの時なんかも。 まあ直線向いたところで、スコーンと前が開いて展開的にもハマって川崎市も直線を終えてっていう。そういうはまり方をしてきてて、まあとにかくハーパーっていう馬はジョッキー含めて。運でここまで来たような感じがあるんですよね。運で来たような馬ってどっかでガタっと崩れるというか、そういうところもあるんで。まあ、あの幅自体いいところはあるんですけれども。ただ。 決して強くはない、まあ、とにかく周華賞の時は決して上位3頭の能力があったわけではない中で3着したっていう馬なんで今回はどうかなんですが、まあ、ただ周華賞と比べて今回の方がメンバーがちょっと弱いかなっていう、まあ、素質がある馬は何頭かいるんですけれどもその馬たちがあまり調子が良くないというかですねいい形で臨戦過程を踏めなかったっていうところもあってあとは急車力が足りなくて馬が上手に作れてないっていうところがあるんで。 まあそう考えるとハーパーは今回のメンバーだったら上位5頭ぐらいには入るかもなっていうそういう現実さがある中で川田騎手が乗りますんでそういった意味では、まあ、完全に消すっていうのは難しくはなってくるんですが、まあ、ただブレイディ・ペーグやジェラルディーナと人気を分けるレベルかというと、まあ、そことはだいぶ差があるかなっていうところなので。 まあそういった意味では買う価値があるかということに関してはまあ来たら全然しょうがないやっていうようなレベルの馬ではありますね。ローゼライト,ローゼライトはまあちょっと体の動きが緩い感じで、まあ、体幹が安定して効率のいい走りをするっていうような感じでもないので距離的には 2,000m まで1,008ぐらいの方が乗りやすいかなっていうようなイメージなんですよね。 なのでこの距離でこのメンバーこのコースということになるとなかなか難しいですしまあ効率のいい走りができないところがあるんで体の動きが緩いんでその分ちょっとやっぱ不器用さっていうところも気になってっていうような大逃げ打ててもなかなか持たすのは難しいんじゃないかなと思いますしまあ和田隆二騎手土曜日もう全然いい馬を動かせなかったりだとかゼ不調でしたしそのゼ不調のまま日曜日も来たらなおさら 買えなないいかなというところありますね伊豆上の奇跡伊豆上の奇跡は、まあ、エリザベス女王杯で構想歴もありますし絶好調で出走できたらそこまで引けは取らないというところはあるんですが、まあ、ちょっと最近は追い切りで良さそうだなというような感じに見えたとしても当日パドックで見てみたらあんまりっていうようなそういう仕上がりのことが多いですしまあ今回も。 沖の動きはそんな悪くないんで少し気配は上がってきているかもしれないんですが、まあ、ただどうなんですかねあの気持ちも切れやすくなっているところもありますしま緩、あ、急つけて貯めるっていうことがなんか安定しなくなってきてますんで例えばもっと短い距離マイルぐらい使った方が今は安定するに乗りやすいかもしれないなっていうふうに思うところありますね。ディビーナ デビーナは関谷記念あたりまでは、まあ、かなり良くなってきたなというような感じがあったんですがちょっと関谷記念の時強引に早め戦闘みたいな競馬せざるを得ないようなそういったようなちょっと大味な競馬してしまったことで調子を崩したところもあってで前走勝ったは勝ったんですが結局は逃げ切りでしかないんでた,たかが逃げ切りなんで、まあ、しかもノーマークでマイペースで競馬させてもらってて1頭で 競馬してたようななもんなんで、まあ、瞬発力もそんなにはいらないっていうようなそういったような、まあ、あの能,力能力はやっぱリビーナは多少調子が崩しても能力はある馬なんでそこで押し切れたっていうところもあったかなっていうところで、まあ、前走だってまともにその指す競馬とかしてたら僕はかなり危うかったかなっていうふうに思ってましたんでで今回に関してはまあ少し追い切りマシになったかもなと 見えるところまあでもそこまで極端に大きくは変わってないかなっていうところでもう前走も勝ったは勝ったんですが別にいいではあったんですよねですから今回はさらに相手が強くなってコース的にも 2,200m で、まあ、どうなのかなっていうあ、まあ、本当に関谷記念あたりまでの感じでサスケ馬で順調に来てればですねかなり有力視できて。 自力もある馬だったんですがちょっとミルコデモの騎士はあんまり後先考えなくて臨戦過程が悪いなっていうのは気になりますジェラルディーナジェラルディーナはまあ、ちょっと気性が若くて引っかかったり飛びが大きくていろいろと操作性が低かったりだとか難しい時期は若い時続いてたんですがまあ、急に良くなってそれでいかにも 切れる足があるなっていうような感じの後半の爆発力がついたんですがでもその時期がかなり短かったなっていうような印象なんですよね。その後能力自体は落ちてはないんだけれどもキレのある動きがあんまりできなくなってきたような感じでまあ飛びが大きくてまあ加速がつけばじりじりとそれなりには伸びるんだけれどもっていうような感じなんですよね。で あのそういった中で今回ムーアー機種が乗りますこのムーア騎手っていうのは、まあ、馬によってはそんなでもないジョッキーなんですけれどもただジェラルディーナみたいなこのタイプで京都の外回り直線も平坦っていうことになるともういかにもムーア騎手に合うなっていうようなタイプなんですよね。でこのジェラルディーナは 飛びが大きくて動きが大きくて多少直線で加速がつくまでに時間がかかるんですよねで、例えば中山競馬場とかだと直線の入り口ですぐに坂に入るわけですよねその加速体制に入らなきゃいけない直線の入り口で坂があってそこでジェラルディーナもたつくようなところがあるんですけれどもただ京都だと平坦なんですよねしかもあの4個なって前から坂の下りも 利用できるってううような形でで平坦だと結構ムーア騎手みたいな剛腕だとですねこういうタイプ加速さすのっていうのは得意かなっていうところがあって、まあ、まさに今回がムーア騎手とジェラルディーナのコンビ買い時かなっていうところはあります。まあ、ただ、まあ、本当に 切れる足を使えてた時のジェラルディーナほどは切れる足はないですしあとは追い切りの動きなんか見ててもなんかちょっと不満は出ちゃうところがあってこんなもんなのかなと思うところはあるんですが、まあ、ただ過去に一番良かった時の追い切りを見てもそんなには変わってないかなっていうところがあってでやっぱ最近。 ピリッとした足使えてないんですがムーア騎士でちょっとギアの上がり方が変わるっていうふうにそういうふうにポジティブに考えたいなっていうところがあってまあいろいろ考えたらなんかこの馬、まあ、今回かなり魅力を感じるなと思うんですよね。であとはムーア騎士でもありますし平坦でもありますし別にバグの中つかなきゃいけない時であってもムーア騎士だったら 問題なくつける可能性もありますし、さすがに打ち着きとかは、ババも悪いし、伸びあぐねる可能性もあるんですが、ババの真ん中ところとか、その辺ついても、無学習だったら、ある程度なんとかできるかなっていう。その辺の何というか乗り方に融通が効くっていうところも、少し魅力を感じます。新力か新力かは、まあ、新馬戦の時、かなりいい足使って、新馬戦のまま成長すればですね。 G1 は勝てるそういったようなレベルの素質馬かなっていうふうに思ったんですが、まあ、いつも言ってる通り新馬戦の時って余裕があってバランスも良くて新馬馬戦の時だけいいい足を使う馬は結構いるんですよね。まあ、それでその中の一頭がこの新緑下でそれ以降はそんなにいい足は使ってないっていうところがあります。で前走あたたりちょっっと動ききが変わってきたんで、 もしかしたら新馬戦に近い足は使えるかもなと思ってたところはあったんですが、まあ、結果としてちょっと追い切りで走らせすぎたのか当日はそこまでよくは見えなかったですしあとは足の使い方ですね足をためて直線勝負みたいな本当に次に繋がるような成長を促すような乗り方ができればいいんですがもう中途半端にポジションを取ったりだとか大味な競馬をしてしまってるんで。 ジョッキーもうまく乗れてないっていうところがあってそれで結局その変わるるるきっっかけをししてしまってまよようなところがあるんですよねそしてその変わるきっかけ成長するきっかけその時期もそろそろ終わりそうだなっていう一番大事な時期なんでこういう時にマーカー騎手とかムーア騎手とかその辺のガンガが燃えるようなジョッキーを準備できれば、まあ、もしかしたらっていうような成長を促せるかもとはなるんですけれども。 まあそこでもう本当にほとんど騎乗もしてないような一番下の方のレベルのジョッキを乗せてしまう人間関係とかでそうかもしれないんですがまあそうなってしまうと別に人間関係でチャンス与えるのはいいんですけれども結局はやっぱ馬,馬優先主義で考えると馬のことを考えると馬はもう罵声が終わっちゃうわけであって現役時代がまあ その大事な時期にこれをするっていうのはまあ僕は全然賢くないなというか馬はかわいそうだなと思うところはありますね新緑化はまあ厩舎が良ければ乗りジョッキーが良ければもっと変わってきたもっと稼げてた馬かなと思いますアートハウスアートハウスはまあスピードとキレとセンスあふれる素質馬なんですがまあただちょっと 中内野球社は今はだいぶよくはなってきてるんですがアートハウスが3歳の時っていうのはあんまり馬を作れなかったんですよねなのでちょっと本番になった時には馬が軽くなりすぎちゃったり無駄な動きが出すぎちゃったり直線で甘くなったりとかそういうような感じの作り方しかできてなくてその結果として馬が加工していったっていうようなところはあるかなと思いますね。ただ あの放牧明けだと牧場で軽く乗ってそれで前哨戦みたいな感じで仕上げると仕上がりある程度いいことがあったんですがなんか今回半年以上相手の放牧明けの終わりには良くないな変わってないなっていうところがあってで見たらノーザンファーム系車台系じゃないんですよね多分。で、まあ、シェイク モハメドじゃなくてシェ,シェイクハンドさんってゴドルフィンの関係者なんですかねわかんないですけれども、まあ、とにかくやっぱその放牧出して良くなるっていうのはだいたい牧場が優秀じゃないとっていうところはありますんでちょっと牧場もあんまり優秀じゃないところなのかなと思って休み明けの割にはなんか変に作りすぎたりだとか動きも。 ちょっと空回りしているような感じもありますんで。でまあ、距離も持ちにくい、足も持ちにくいっていうようなところで、まあ,あの気象的にもちょっと安定もしてないなっていうような感じがあるんで、ちょっとどうかなと思います。グクナグクナは今回の追い切りの動きかなりいいですね。足の筋肉の質なんかもシュッとしててキレがあってかなりいいなっていうふうに思うんですが、まあ、ただこの馬はですね。追い切りでよく見えても。 当日パドックでよく見えたとしてもレースに行ったら瞬発力が足りないんですよね。で意外と器用そうでそんなに器用でもなくて、まあ、4個なぜもスムーズに加速できてじりじりしぶとさを生かせればっていうようなタイプになっちゃってるんでやっぱりパンチが足りないっていうところあとはやっぱ能力的にもここに入るとやっぱり真ん中よりウエットまではいかないかなっていうところはあるので。 まあそういった意味ではそうですね相当他が自滅してくれたりなんかした時にいい位置からいい馬場を通ってっていうような感じがはまればっていうような程度で考えてますね。ライラック,ライラックはまあこの馬は相沢厩舎で相沢厩舎っていうのは追い切りで直線伸ばすような調教しがちで馬が伸び伸び走りすぎてしまってその結果としてためが効かない。 なので結構その何ていうか東京コースとか直線の長いコースとかでも勝負どころで一足使ってしまってその結果として最後伸びあぐねたり止まったりとかそういうような馬なんかも多くてまあ最後までしっかり伸びるとしたら直線半ばとか200ぐらいまで前が詰まってくれたりなんかして。 振り受けてでもそういう,ふうに溜めが効いいいて最後伸ばすみたいなそういうような形がはまったりもしくはまくってそのままなだれ込みみたいな感じの足がはまった時にはある程度長く足が使えるかなというようなそういう馬はいるんですが、まあ、とにかくそのどこからでもどういう足の使い方をしても長く足が使えるようなそういったような素足の安定した馬を作れないっていうのが相沢厩舎なんですよね。 まあただ最近は少しずつ作り方は変えてきてますんで馬によっては多少足は持つようになってるかなと思うんですがまあライラックに関してもそうですね比較的今回は作り方がうまくいってて動きがかなり良くなってきてるなっていうところがあります。でこのライラックはちょっとですね多少さが潜在的にぶさがあるんですよね。 やっぱりずぶさがあると多少雑に乗っても長く足が使える時があるんでライラックは若い3歳の頃とかはそこまでずぶさがなかったんでなんか作り方失敗した時がほとんどだったんですがここに来てライラックはやっぱ小判になってずぶさが増してるようなところもあってその中で作り方がうまくいって今なんか今回の動きの動き筋肉の質とかキレなんかもいいですし。 まあこれはもしかしたらっていうような感じにはなってますね。ゴールドエクリプスゴールドエクリプスは馬っぷりいいですし動きも良くて柔らかくて素質馬なんですけれどもまあなんかちょっとその動きをちょうどいい感じで安定して抑えきれてないというか。 気象が多少難しいところもあるのかもしれないんですが、まあ、とにかく無駄な動きが出ちゃって仕上がりが安定しないというか好不調の波もあるなっていうところでで一時期はもう少し足が安定してた感じはあったんですがここに来てなんかそうですね空回りに近いような走りが少し出ちゃってるところがあって。 最近も勝ってるっちゃ勝ってるんですがまあ何か物足りないというかあれぐらいな感じだったらもう1段階2段階足使って突き放してほしいなっていうようなそういうような内容で、まあ、ちょっと一足使ったらその次の足がないっていうようなレース内容に近くてその辺なんか馬体の作りとか動きとか表面から来てるかなっていうところがあるんで、まあ、そこはもったいないんですよね。 まあもうちょっといい時期はあったね。でその頃だったらもう少し素足期待できてこのメンバーでも引けは取らなかったと思うんですがまあ足の使い方が難しいのと甘くなりそうっていうようなところがあって、まあ、g 1ですんで他の馬たちが自滅する可能性があるんでその辺でいいところで一足っていうところを使えれば平坦でもありますんでごまかし効く可能性はあるんで手広くだったら抑えた方がいいかなと思います。サリエラ サリエラは目黒記念のパドックでバタイ見てほんと素晴らしい馬で、まあ、レーズ内容としてもまあ足さえためれば直線かなりいい足を使って、まあ、この馬はジャパンカップに行くべきだなっていうふうに思ったぐらいの器なんですが、まあ、ただちょっとその後夏が暑かったのも影響しているのか分かんないですがまあ新潟で。 そうですね。あんまりいい競馬ができなかったっていうのもあって。まあ、レースの質自体がメリハリが効いてなくて、うし後ろから追い込むとなると、もっとその腹くくって大外に行くとか、そういうような競馬じゃないとっていうような感じなんですよね。なのでまあ、変に。その？メリハリの効いてない。変な展開の競馬に付き合っちゃったみたいな感じになって、その結果として。 サリエラが伸びあぐねてでそういうレースしてしまったことによってそれまで順調に成長してきてったのがちょっとガタッと崩れたかなっていうまあ結構牝馬っ,って一回リズムが崩れると崩れちゃうっていうところもあガタガタッとなかなか戻らない時もあるぐらいなんで、まあ、ちょっと今回追い切りを見た感じだといつものキレのある感じとか。 雰囲気の良さっていうところがないなっていうそこは心配なんですがまあでもそのキレとか洗練された感じは足りないんですがまあでもある程度は自力はある馬なのでまあ監督集直線を追えるジョッキーですし素質だけでここでなんとかなる可能性もあるっちゃあるんですよねなので足をためて馬場のいい外から追い込んできてっていうまあ、この馬やっぱ 力あるなっていうような内容になる可能性はあるとは思うんですが気配的にはちょっとああんままりりどううかなっていうといころはありますマリア・エレーナマリア・エレーナは、まあ、デビューして間もない頃から左回りが得意で素足のいい馬で、まあ、クラシック候補かもなと思うぐらいな時があったんですが、まあ、ちょっとクラシックはなかなか縁がなくてっていうような中でその中で まあちょっと低迷した時期はあったんですがガラッとまた良くなって、まあ、コアの g 1でもやれるっていうようなレベルまでなってきたんですけれどもその中で、まあ、このままちょっと一番良い時期は短かったですね。メリハリの効いた瞬発力もあってスピードもパワーもバランスもいいっていう時期がほんの数ヶ月でそこからちょっと瞬発力が落ちてしまってるい メリハリハが効かなくなくってるっていうとうころもありますし、まあずぶさなんかも出す時があってあの先行したりはできるんだけれどもそこまで器用でもないっていうようなタイプで自分の流れ,流れに乗って自分の競馬ができてスムーズに加速できればいい競馬するんだけれどもっていうような感じなんですよね。でさらに最近はとにかく瞬発力が落ちてきてるっていうところなんかがあって乗り方が難しくなってるんで。 ででもちょっと今回追いいい切りりの動きがかなりいいんですよね足先のスナップなんかも効いて躍動感もあって少しバネが戻ってきたなっていうような感じがあるんでまあでもそのキレのある瞬発力のある感じの競馬は難しいと思うんですがまあこういう動きができてると効率のいい走りはしやすくなるかもしれないんでそういった意味では。 前面の方でばらけた2番手3番手あたりから流れに乗って逃げ馬が引っ張ってくれたらそれついていってスッと抜け出すような競馬がはまればこの馬の能力怖いなっていうところはあるんですがまあでもこのタイミングで外国人ジョッキーが乗ったりなんかしたらちょっと買いたくなるんですが三浦光星騎手下手ではないんですけれどもまあ普通 GI だと普通。 ぐらい乗れるかどうかもわからないっていうようなところなんで。まあ、どうかな？というのと、あとはその追い切りの動きが良かったからといって。この辺の厩舎だと追い切りで走らせすぎて、当日パドックで見たら出来が落ちてる可能性もあるんですよね。追い切りあまり走らせすぎちゃいけないっていうところがあって、まあ、その辺まあ、追い切り以外のその普段の歩かせ方とか調整の仕方なんかもうまくいっているのかどうか。この辺。 わかんないですしマリア・イレーナに関しては追い切りよくても当日そんなによくないっていう時に何度かあったんでそういった意味での厩舎への信頼性の低さっていうところに関してもちょっと気になるかなと思うんですが追い切りの状態のままで出走して、まあ、本当にハマった時にはこの馬は勝ってもおかしくはないかなと思いますね。ビッグリボンビッッググリリボボンンは まあローカルの G3 とか品馬限定の G3 とかだったらある程度は目立つ馬体はしてるんですけれどもまあでも前走なんか見てたらバリバリの G2 クラスあとは G1 使ってるような馬たちと横並びになるとまあ物足りない馬体なんですよね。ビッグリボン自体は出来は良かったとは思うんですがパドックを見た時点でこれはチャンスないなというような感じがありましたし。 距離的にも多分1008とか小回りとかその辺の方が乗りやすいとは思いますんで距離も2200でこのメンバー牝馬限定ではあるんだけれどもちょっと牝馬の中でもちょっと上位の1と2とその辺なんかはなかなか太刀打ちできないかなっていう力差がありますんでどうかというのとあとは前走の負けが響いたのかちょっと。 負けが答えてへこたれた感じというか少し気配が落ちてるなというような感じもありますんでまあ勢いよく来てた馬があんな感じになっちゃうとちょっとどうかなっていうふうに思いますんでまあ基本的には厳しいんじゃないかなと思っているところはありますね。以上です,失礼します